はい、こんにちは、ビッグボーイです。プレイステーションナウベータ、またやっていきます。じゃあ今回はこれやっていこう。東京ジャングル、プレイステーション3ザベスト。東京ジャングル。これをやってみよう。このゲームは何だっけな？その名の通り、東京がジャングルになって、そこにいる動物たちが、なんだっけな、アフリカのごとく、弱肉強食の世界を生き抜いていくみたいなゲームだっけ？東京ジャンゴ。2012年のゲームか。まだ最近だな。サバイバル、ヒストリー、アチーブ。とりあえずサバイバル。ん？サバイバルでよかったかな？人類は消えた。唐突だけど人類は消えた。とにかく消えた。東京はその景観を残したまま動物たちの世界、ジャングルへと姿を変えた。野生化したペット。檻を破り逃げ出した猛獣。トラとライオン。 責務から放たれた闘犬や競走馬。さまざまな動物が自らの命を掲げ、この東京で生存競争が繰り広げられている。ここでは東京に生きる動物の生態を少し見てみよう。あれ？チュートリアル。これポメラニアンだよね。かわいい。ステルス行動の基本？ステルス？自分より強い動物に見つからないこと、それがこの世界で生き残るテクニックだ。お、狼。草むらが有効だ。草むらから出てしまうと丸見えになる。そりゃそうだ。おお。草むらを使って狼に気づかれないように指定のポイントまで移動しろ。おお、あ、動ける。ポメラニアンを操作してる。ライフ、ハングリー、スタミナ。チュートリアル、ポメラニアン。バツでジャンプ。とりあえず草むら入って、オッケー、ジャンプ、エクセレント。ん？なんだこれ。猫。狩りの基本、ステップ2。ん？猫かこれ。肉食動物は獲物を捕食して生きる。ハングリーゲージはお腹の空き具合だ。何も食べていないとハングリーゲージが0になり、ライフゲージが減り始める。ライフゲージが0になると動物は死んでしまう。ん？ラビット。ウサギがいる。見つからないように近づき、ウサギを仕留めろ。これなんだこれ。ハイエナが何かか。噛みつきの間合いに入るとタイミングを示すアイコンが表示される。 R1 を押すと噛みつく。あっち向け。はい。お、え、え、傷が浅い。あ、重なるタイミングを見計らえ。もう一回よく見てみよう。あ、なるほど。赤くなった瞬間。ここ。おお。骨になるまで暗い。腹を満たせ。 OK。 捕食。お、あ、運べる。
捕食。お、骨になった。エクセレント。あ、今度犬か。さっきの猫か。ステップ3、戦闘の基本。弱肉強食の世界では他の動物も食料を求めさまよってる。お、ハイエナが匂いを嗅ぎつけてやってきた。敵に姿を見られていると噛みつきで仕留めることはできない。仕留めるためには敵の隙を作り出さなければならない。近くで引っかいてハイエナに隙を作れ。お、ちょっと待て。引っかく、引っかく、引っかく。行って。お、隙を見せた。噛みついてとどめを刺せ。噛みつき。エクセレント。なるほど。またハイエナ。敵が噛みつきを仕掛けてくる時もある。噛みつかれると致命傷を受けるが、うまくかわせば反撃のチャンスになる。噛みつきアイコンがビーグルに表示されたら回避してカウンターを狙え。回避って右スティックでできるんだ。え、ちょっと回避で隙だらけ。噛みつく。難しいな。エクセレント。戦いになるとこちらも無傷では済まない。敵が群れを形成していると死の危険は高まる。ハイエナの本体がいる。ハイエナからテリトリーを奪え。ハイエナを全滅させろ。はい。あ、気づかれてる。バレた。バレてんな。危ない。噛みつき。ミスった。あー、かわせない。でよ、来い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 。かわして噛みつき。よし、捕食。お、鹿だ。草食動物の特徴。草食動物は植物を食べて生きる。狩りをしてなくてもいい反面、戦いには不利だ。植物はいろいろなところに自生してる。レーダーの草マークが植物の位置だ。なんか毒持てそうなキノコと植物。肉食動物に気づかれないように植物を完食せよ。戦いはできないな。てか戦ったら死ぬな、これは。そろっと。捕食。あと2種類。え、一旦こっち行って。こっち行って。食べて。もういけるな。食べる。めっちゃ食べる。カロリーがなってんだ、右下の表示は。あ、ハイエナに発見されてしまった。日本鹿はハイエナに勝てない。どあがいても勝てない。あそこに草むらがある。ハイエナに追いつかれないように走って草むらまで逃げ込め。走る。敵から距離を置いて草むらに入れば敵の視界から逃れることができる。標的を見失った敵はしばらくの間嗅覚を頼りに追跡を行おうとする。敵から距離を取った上で身を隠していれば匂いが薄れ見つかる可能性は低くなるだろう。危険度ゲージがゼロになれば敵を諦めて去っていく。逃げ延びた。エクセレント。
ステップ5、縄張りと世代交代。世代交代？15歳を超えると寿命が迫ってくる。その前にメスと交尾して子孫を残さなければならない。自分の縄張りを作る必要がある。渋谷駅前には4つのマーキングポイントが点在してる。あ、で次の犬とかを用意しろってことか。渋谷駅前の4つのマーキングポイントを巡り縄張りを作れ。オッケー。なんか鹿がいるけど、あれ襲えるのかな。これが渋谷駅。あ、はい、捕食。もうオッケー、骨になった。マーキング、ショックとかある。待って、なんかいるぞ。ふっ、出よ。今噛みつきのチャンスあったな。噛みつけない。噛みついた。食って、よし。あ、ランクアップ。え、ルーキーからいきなりベテランになったよ。マーキング、もう一個はもっと向こうか。さあ、敵がいるな。ん？敵じゃないな、ウサギだな。あれ、捕食。骨になるまで捕食。これが弱肉強食の世界で、マーキング。渋谷駅前の縄張りをダッシュ。巣を使えるようになった。これが動物の拠点みたいな、拠点というか縄張りか。メスもやってきた。パートナーにしろ。ん？敵がいるけど、敵やっとくか。あ、草食系動物だ。メスがいた。アゲメス、タダメス、サゲメスの3種類。なんだそれ。あ、オスとしての実力を磨く必要がある。ゴールデンレトリバーか。もっと実力を磨けって。オッケー、ランク上げよう。あっ、そこになんかいるんだけど。寝てる。はい、はい、乗らないとダメかこれ。はい、猫かこれ。猫を捕食する。あ、カロリーが経験値なのか、この世界の。あっ、ダメだった。倒した。とりあえず捕食。あ、いて、この野郎。捕食。捕食。ランクアップ。あ、ボスになった。OK、これで OK。アプローチをかけろ。ひよこ。OK。アゲメス。巣はあっちか。うっ。ん？なんだあれ、猿か。猿がいる。あ、捕食して、あ、チンパンジーが。
でも簡単に捕食できてしまうな。鹿がたくさんいる。これ上こっちに行けるのか。で子孫が生まれ、世代交代ができる。世代交代を行え。これは見せられるよ。見せられるよか。あ、見せられないようだ。あ、めっちゃ増えた。めっちゃ増えた。これ全部2000。5匹いるけど。ゾウまでいるよ。狩り捕食闘争世代交代、動物たちの習性は理解できただろう。過酷な生存競争を勝ち抜いた時、世界の行く末を見届けることができる。なんか飛んでるよあれ。なんだあれ。東京ジャングルの幕開けだ。ジャングルベイビー。これでチュートリアルなんだ。ストーリーアクト EX。 うん、これはもうやったもんな。で、ショップとかあるんだ。ニューゲーム、シングルプレイ。あ、あ、なんかいろいろ動物ある。え、クマとか。あ、これは PS ストアからか。とりあえずどうしよう。これポメラニアンって肉食でいいのか。ポメラニアンでスタートしよう。お、渋谷駅前。あ、草は食べれない。とりあえず左行こうかな。ニワトリがいる。あ、くそ、逃げちゃった。縄張りが逃げそうなところは縄張りにしちゃおう。縄張りか。どうしようかな。まあもはやもうこれが PS Now だとか、もうその辺はもうお構いなしにプレイしてますが、メニューからなんか開けんのかな。これマップか。そこそこある。なんかいるな。でも早速腹が減ってきてるな。ニワトリだ。はい、捕食。初めての狩り、チャレンジか。とりあえず今回は PS Now でプレイしてるので、そこのチャレンジまではちょっといいとして、ポイント。あ、犬がいる。戦闘か。あ、仲間呼んできた。ビーグルか。声声かかって、声。いて、いて、いて、いて。ちょっと待って、こいつは予想以上にいて。ちょっと待って、こっち来んな。あ、いって死んだ。捕食された。待って、台が正代で切れちゃったんだけど。早すぎ。ハイスコア。
世界で全然デビューしてないけど、一匹ウサギ飼って死んでしまう人生だったけど、人生？人生じゃないな。もう一回、もう一回ポメラニアン。右行ってみようかな。ちょっともうちょっと草食系統の動物を狩ろう。そこにいるぞ。はい、捕食。とにかく捕食、捕食しないと強くなれない。バレてる。どこに行こうか。これ上にいるのかな。下に、上か、上行こう。ニワトリか。あっ、ステルスは苦手だけど、ここから逃げられないのか。うっ、待って待って。うっ、ニワトリゲット。生存年数プラ1プラス480。さあ下行こうかな。とりあえずね、子孫を残せないと初代で切れちゃうのは嫌だな。ニワトリがいる。はい、でお食事してチャレンジが OK。 ここ拠点か。もうなんだこれ、なんだこれ。ん、あ、ひよこ、ひよこがいる。ほら、捕食。あ、プレゼント、ペット用首輪。おしゃれアイテムか。おしゃれアイテムをつけることができる、こんな弱肉強食の世界で。あ、装備品になるんだ。ひよこゲット。あれ、もう2年たったんだ。こっち行こう。ひよこ、さあまだいるな、こっち。結構ビーグルにやられた。豚がいるな、豚がいるな。みんな下行っちゃったな。あ、やるか。これなんだこれ、シルキーテリア。倒せそう。いててて、倒した。捕食。お、ランクアップ。やっぱ肉食系の方が得られるものが多いんだ。豚がいる。逃げちゃった。待って、またシルキーテリアがいる。あれ、シルキーテリアか、これ。逃げるようになったのか、もしかして。はい、ランクアップしたら敵対化してこなくなるんだ。さあこっちに行ってみようかな。豚がいる、この豚野郎。待て、あ、ニワトリもいる。あ、なんだこれ、ヤマネコ。いて、捕食。普通の猫。もう4年経つ、早い。あ、ハイエナだ。ちょっと待って、こいつ倒したい。こいつ倒したいけど、危ない危ない。こいつ相当強いだろ。痛い、暗くなった。痛い、隠れよ。暗くなっちゃったな。
こっち逃げよう。こう上登れるんだ。あれ、ニワトリがいる。ニワトリ食べて回復だ。よし、ポメラニアンだって頑張ればこの世界は生きていける。暗いな。鹿、おお、あ、な、やばい、ハイエナがいる。逃げる。あ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、待って、やばいやばいやばい。あ、下からも来てる。逃げる逃げる。ハイエナ1匹ぐらい倒して終わりたいな。あと10年来たらもう寿命だ。切れた。降りてくるかな。登ってってんだ。6年経過。あ、寝てる。捕食、捕食、猫が襲いかかってきた。いて、猫捕食。ん、スモックや腐った植物、水を摂取するとポイズンゲージがたまる。食べちゃまずいやつもいるのか。あ、ポイズン、やばい、こいつ食べる。いて、正代で終わる。捕食、こいつは大丈夫か。よし、すんげえ天気悪くなってきたけど。あ、豚がいた、豚がいた。待って、いや、豚ほっとこう、こっち行こう。7年目。ちょっと待ってよ。ライオンがいるぞ。こいつ倒せんのか。うん、噛みつき。あ、やばいやばい。あ、何それ。メガトンパンチ。いません、いませんよ、いませんよ。なんかポイズン溜まってってるな。これ大丈夫か。あのライオン倒したいな。あ、寝た。寝たな。うっ、ガー、噛みつけ。全然ダメだこれ。助けて。あ、プレゼントゲット。飼育員の記録なんてあっても意味がない。こいつ勝負勝負。え、メガトンパンチ。この野郎、回避。待って、めっちゃ腹減ってる、ライフ減ってきてる。いって、あ、死んだ。難しいなこのゲーム。というわけで、プレイステーションなどでの東京ジャングルはもう初代から2代目を作ることができなかったということで、とりあえずこのゲームはこの辺にしようかな。じゃ、次回は残りパペティアとイコか、このどっちかやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。